おはようございます。トランプ政権の下、アメリカで暮らす日本人の気になる疑問について専門家にお話をお伺いするウィークリーキャッチ夏休みスペシャル第2弾。今回のテーマはビザです。移民についてのニュースが連日のように伝えられる中、私たち日本人への影響はどこまで及んでいるのでしょうか。今回お話をお伺いするのは移民法の専門家、加藤恵子法律事務所の加藤恵子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう早速なんですけれども、最近本当によく聞くのがビザについての不安なんですけれども、その移民法の専門家としてトランプ政権になって何が一番変わりましたか？法律自体は同じなんですけれども、以前よりも審査が、それぞれビザには審査をしますけど、そのビザに対する審査がアメリカの移民局、それからアメリカ大使館、各国のアメリカ大使館の方で厳しくなったと思います。まず審査に対する時間が長くなった、そして条件をさらに厳しく見るよう一つずつを見ていくとかですね。じゃあ法律自体は変わってないけれども、細かくつつかれるようになったっていう感じですか？はい、そんな感じですね。10年20年アメリカに暮らしていてビザを更新し続けてきたのに、今回に限ってものすごく手間取ったりとか、なんかこうインタビューの時に不思議な質問をされたりとかっていう話をよく聞くんですけれども、特に、最近は個人情報というか個人のことを聞かれたりとか、例えばご結婚されてますかとか、独身の方に、またご家族どうなってますかとか聞かれたりとか、その他にちょっとこれは引っ掛け問題じゃないかなと思うもので、これから永住権を申請する予定ありますかとか、ビザの中には永住権を今後申請するとか、そういう、アメリカに永住したいという目的を持つとかいうことがいけないとされているビザがあるんですよ。 E ビザとか、それから学生ビザの F1 ビザ、それからジャーナリストビザの I ビザなどは、この永住権を今後申請してしたいという意思ですね、自分の意思をまず出してしまったら取れないビザなんです。じゃあそれ聞かれて、そうなんですよ、永住権そろそろ取ろうと思ってなんて言ったら、もうしまったらもうその場でダメになるっていう可能性はあります。却下された場合っていうのは、これ諦める以外方法はないんですか？申し立てをすることもできるんですよ、どうしてこうなったのかという。ただしですね、申し立てにしてもビザの種類によってはそれができない場合もあるんですね。でも種類によっては申し立てができる、できるという、はい、でその一つの方法で、合衆国政府が認めているそのオンラインというか、Eメールのアドレスがあるんですよ、リーガルネットっていうんですけども、そちらに、ご本人か、もしくはその代理人である弁護士とかがどうしてなのかということで申し立てをすることができるんです。でその申し立てをした場合、この考え直してもらえる可能性ってどのくらいあるんですか？アメリカ大使館領事館の方で審査が間違っていて、明らかにこれが間違っているとか、または大使館の方、アメリカ大使館領事館の方で書類をきちっと見てなかったのではないかとか、そういう場合だったらですね、そうすると可能性としては低いと思います。ただ全くゼロではないっていうことですね。ビザを持っていたその本人が全部ボイドされてしまってアメリカに戻れなくなった場合、例えば引っ越しなどのための救済措置ってあるんですか？ないです、ありません。これはない、はい、じゃあビザがなくなったから、じゃあエスタを使うということは可能ではないんですか？エスタもですね、これ一度アメリカ大使館領事館でビザを却下されてしまった場合、エスタ登録ができないんです。約2年ぐらいできないと聞いてます。なるほど、そうすると本当に完全にアメリカに入ってこられなくなる、はい、ですよね。なんかこうそのためのいい方法ってありますか？お一人の場合はもうご友人に引き払いを頼むとか、またご家族がいらっしゃる場合はご本人だけが先にアメリカ大使館領事館でビザ面接を受けて、ご家族はここに残っているっていうことがいいんじゃないかなと思います。じゃ逆にトランプ政権になって何か良くなったこととかないんですか？よく変わったこともあるんですね。それは何かというと、
今まで EL それから H ビザとか O ビザとかもありますけれど、全く例えば会社を解雇するされた場合の H1B ビザの方たちって10日間だけは猶予があったんですけれども、これ去年からですね60日間の猶予が与えられたんですよ。たかだか10日じゃ本当に次の雇用先を見つけることもまず無理だと思うんですけども、60日あればなんとか次の雇用先を見つけて、そしてビザをさらにもう一度 H1B ビザを申請することもできると思うんですね。であと E とか L の方たち、駐在員の方たちって本当に短期間の知らせで日本に帰らなければいけないと、今まででしたらばご本人が帰国されたらばご家族ももう次の帰国の次からアメリカに行ってはいけなくなかなかったんですよ。ところが60日間その猶予が与えられたので、ご主人が4月の半ば頃にどっちも日本に帰りますと、でその間期間にアメリカでお子様たちが卒業とかそれもできるようになったんですね。確かにそれは余裕ができますね。そのお子さんたちのことだけじゃなくて、いろいろな引っ越し準備もできるでしょうし。ではグリーンカードなんですけれども、更新または取得、これトランプ政権になって変わったことはありますか？10年の更新の場合は難しくなったとかいうことはないんですね、はい、ただ新たに永住権を取るときに、今までは雇用を通したの場合は面接がなかったんですよ。トランプ政権下からになってから雇用を通しての永住権も面接を行うようになりました。それでますます遅くなってるんですね。審査が時間がかかってしまっているっていう。では最後なんですけれども、アメリカで暮らす日本人としてここだけは気をつけましょうという点はありますか？特に軽犯罪の中でも飲酒運転は本当気をつけていただきたいんですね。でビザを持っている方たちで飲酒運転で捕まったっていうことで、もう突如アメリカ大使館の方からその方に E メールが来て、または手紙が来て、もう E ビザをもう無効にする、失効させるというような E メールとか手紙を受け取った方々もいらっしゃいます。そうすると今度問題になってくるのは、こちらで一度飲酒運転で捕まってしまったということで、これから裁判にかかるわけですよね。まだ無罪にもなってないし、理由も申し立ててないので、その前に帰ってしまったらそれもずっとその罪は残ってしまうわけなんですよ。ですからその時はやはり移民法の弁護士、そして刑事事件の方の弁護士両方にやはり相談をして、でなんとかアメリカ大使館の方にこういう理由なのでと、これから裁判にかかりますと、でそれまで猶予を与えていただけないかとかのお願いをするとか。じゃあ早まってすぐ外に出てしまったりとかはしない方がいいということですね。ということですね。その他にはありますか？はい、学生の方たちなんですけども、8月9日から学生の方たちの違法滞在を取り締まるという、外でバイトをしたりとか、または特にアーティストの方たちなんかはご自分のパフォーマンスをしてしまったりとかすることとかあったりしたと思うんですけども、そういうこと自体が違法就労労働というようにみなされてしまうということなんですね。収入がないとしてもそれが本当に違法就労としてみなされる可能性もあるということなんですよ。例えばボランティアみたいなことをしていたとしても、それが引っかかる場合も出てくる。ボランティアの場合はないと思いますけどね。ただそれもどこまでもこれも全部ボランティアです、ボランティアですって言えるのかどうかなんですね。なるほど。じゃあちょっと今までの常識では通用しない場面が出てくると、そういうことだと思います。そういう意味でも専門家にきちんと相談をするというのは、これから特に大切になってくるかもしれませんね。はい、今日は本当にありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。2週にわたってお送りしてまいりました夏休みスペシャル、いかがでしたでしょうか？来週からは通常通りのウィークリーキャッチをお送りいたします。